先ほどのですね、続きです。今ですね、隣にですね、あるタンクはですね、こちらは220ですね、正確には228のですね、ファーストモデルですね。傘の、 大きなタイプの228ですね、のファーストモデルのタンクです。で、こちらがですね、見えないですかね。これはバーガンディですね。200円ランタン、タンクのですね、一応これ大きさがですね、お分かりになると思うんですが、まさにどでかいランタンです。そしてですね、今このファースト22モデルの228の方もですね、実はですね、タンクの方がですね、このアークランタン、よりもですね、おそらくもっとひどい状態、だったんですが、ちょっと時間をかけて、まだまだ磨いている最中で、一部しかまだ回復してないんですが、もともとこのよりはですね、ひどい状態でした。でですね、一応これからですね、見るとですね、おそらく劣化し具合はですね、こちらと大体同じような感じでしたので、最低ですね、これぐらいまでにはなるかなと予想してますが、これもまだですね、この辺りですね、少し予想を見ながらですね、一応光らせてるんですが、全体的にはまだまだですね。これは一回ですね、一応お風呂にゆっくり、使ってもらってですね、いろいろとその後状況を見ながらですね、最適な方法、基本的にはですね、この辺りは手作業ですね、手で確認しながら、なおかつその劣化のし具合、お風呂に入れたことによるですね、変化ですね、そのあたりを見ながら、一応適切な方法と適切な、クリームですかね、ボイシクリームを一応いろいろ使い分けて、少しずつきれいにしてます。でこれはですね、ニッケルプレートをしてあるモデルなんですが、あまりですね、例えば日本でいうピカールなどのですね、研磨剤でいきなし磨いてしまうと、注意してないとですね、下の、ブラスですかね、真鍮が、出てきてまいということはですね、ニッケルプレート自体をですね、削りすぎてしまう場合がありますので、気をつける必要があります。さて、ちょっとこう話が飛んでしまいましたが、このアークランタンですね、一応これ416だろうということでですね、前提なんですが、800キャンドルパワーあるということはですね、かなりこれ明るい、ですね、効力があるとは思うんですが、私自身もこの、416ですかね、のアークを見るのはこれ初めてなんですが、先ほども話したようにですね、ここの、ミキシングチャンバーですかね、そしてこのちょっと寸詰まりのような、バーナーチューブ、構造から想像するに相当明るいんじゃないかと思います。で今ですね、これですね、ポンピングを今ちょっとしようかなと。これはですね、今ちょっと見る限り、ここのこれは詰まっちゃってますね、ここの。ですので、これを外して、これでももちろんダイレクトにこれでポンピングできますので、どうでしょう。今、3、40回ですかね、ポンピングトライブしてみてですね。
まあ、耳をですね、澄まして、見るとですね、まあ、耳を澄ました状態ではリークはしてないようです。ただこの辺りはですね、見えないものですので、まあ、100% リークしてないかはまだ分からないんですが、あとはですね、まあ他のビデオでもご紹介しているようにですね、まあプールですね、水の小さな、タッパでもないんで、もうちょっと大きめなものに水を溜めてあげて、プールを作ってその中に沈めてあげるとかですね、自転車屋さんがですね、タンクのパンクをした箇所を探すのと全く同じですね。水がプクプクプクと水の中から出てきたら、そこが漏れてるって感じですよね。そして今これちょっとですね、バルブをひねってみます。今このですね、音が聞こえると思うんですが、ですね、空気は出てきますね。そしてここのですね、今親指とですね、人差し指の当たってるですね、上に、ここのバーナーチューブのキャップがあるとこなんですが、ここからもですね、今冷たい空気がこう一応には出てきてますね。ですのでこれはですね、一応現段階では、まあ展開はまだ分かりませんが、このままでもですね、まあ、つく可能性は非常に高いかと思います。あとはですね、この火力具合ですかね、このあたりは、まあ、ついたとはいえですね、やはりかなり長い間放置されていたと思いますので、まあジェネレーターの中ですかね、すすですとか、まあ、つまり、その他もろもろひとまず、クリーニングですかね。で場合によってはまた、中のですね、詰め物などを、まあ、取り外したりとか、あとはまあ改良してですね、会長にまあ800キャンドルパワーがきちんと復元できるように、する必要があります。一応タンクの方のですね、プレッシャーもこれきちんと、ホールドされているようですので、大きな腐食がないのはですね、幸いですね、これね。あとはまあ、先ほどのですね、言った中のこう、なんかこう、まあ、もう完全に石状になっちゃったんですね、中のね。これをですね、まあ、多少砕いて出すか、何かで溶かして出すか。ちょっと方法は今のところ、特定できませんけれども、このあたりですね。出してきれいにしてあげてですね。今見るだけでも、これは相当な手間がかかりそうな感じです。まあ、あと一応ですね、分解ちょっとこうやろうかなと思いますけれども、まあ、焦らずに、きちんと分解をして、少しずつですかね、まあ、この辺りのですね、ここもへっこんで歪んだりしてますね。であと先ほどのベンチの上のところの、歪みですね。そしてあと全体的にですね、今ちょっとこれがですね、ベンチレーターが外れないのでちょっと何とも言えないんですが、このまあぐらつきですかね、ぐらつき具合がこうちょっと気になる感じですね。おそらく中の
ベンチレーターのですね、この中の骨組みですかね、骨組みというかですね、2人を調整してあげればおそらく問題なさそうな感じですね。これはおそらく、ああなるほど、このベンチレーターをですね止めるあのクロスの下はこういったような骨組み状のところがあるんですが、おそらくそこのですねネジが若干これ緩んであるだけのような感じですね。おそらくですので、これはまあそんなに大きな問題ではないかと思います。随分あの蜘蛛の巣も出てきてますね。まあ、以上、こんなところでとりあえずおしまいです。